目指せコンパクトシティ東戸塚。目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組は東戸塚の街がどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのかなどについてお話ししていきます。東戸塚駅周辺街づくり開発委員会会長の福原実さんです。こんにちは。よろしくお願いいたします。顧問の大滝正夫先生です。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、前回の放送では昨年の活動などを振り返り、また今年の抱負などをお聞かせいただきましたが、今日はどういうような話題で。今日はですね、モレラパークで展開されているこういろんなイベントがありますね、はい、このイベントについてもう一回ちょっとやっぱり考えてみたいと、それからもっとこうその展望、今年の展望も含めた、はい、あり方等についてちょっと展開して行きたいなというふうに思ってるんですけど、はい、前回の放送でももちろん昨年のイベントをバージョンアップした形で今年開催したいとか、参加型にしたいとかいろいろお話しいただきましたけども、そういったことですか。そうですね、そういったことをもう少しこう内容的にも付け加える形で、このイベントに絞った形で今日はちょっと話をしてみたいなというふうに思っているんです、はいはい、このイベントの参加というのはコミュニティの形成には欠かせないものですし、もちろんコンパクトシティを作っていく上では重要なポイントになっていくわけですよね。そうですね、今から振り返るとこの間の年末の紅白歌合戦はすごい、あの寒さの中に皆さん本当に大勢おいでくださって、そうですね、非常にレベルの高い歌合戦になりましたよね、はい、その中でも、ちょっと暖かい日ではあったんですけど、はいはい、かなり、これカラオケ大会が4回目ですかね。そうですね、今回は紅白歌合戦で団体戦にあえて12月はしましたけども、8月の部分はただのカラオケ大会ということですけど、皆さん熱心であちこちから来られている方がいらっしゃいましたね。そうでしたね。ですから当然うまい方が優勝しちゃうと戸塚区の方が優勝できないので、はい、今回は戸塚区の枠というのをですね作って、はい、戸塚区優勝と、はい、総合優勝と、はい、両方作りましてやりましたけど。そうですよね、いや私 もう本当に驚きましたけど、予選でも決勝戦でも100点満点が出ましたもんね。100点満点が5回出ましたから。そうですよね、こんなレベルの高いかなりこれレベル高いですよ、ね、高いですよね、そのレベルの高い方がいらしていただいてるんですけど、ね、はい、はい、なんかテレビもなんか来ていましたね。そうですね、密着で来てましたね。来てましたね、はい、テレビ東京は、はい、その参加していた方をずっと追っかけているみたいで、モレラ広場での、このイベントにもテレビまで参加したっていうのは非常に面白い、ね、そうですね、ですから要は我々今アマチュアの方のイベントが多いじゃないですか、はいはいはい、プロの方のイベントもありますけども、はいはい、そういう参加型のやつに関しては演者さんも楽しんでいただけるような演出をしないとそうですね、なかなかこう集まってくれないのかなと思ってるんですね。そうですよね。で演者さんも楽しくできれば、また参加の人数も増えてくるんだろうなと。そうですよね、いうふうに思ってますけど、はいはい、もう実際に出演して歌ってる方に対するファンもできてるみたいな感じがしますもんね。そうですね、応援団もいたりして、応援団みたいな、はい、仲間の方もいらっしゃるんでしょうけど、ただまだ紅白歌合戦に関しては今回初めてですから、まだ浸透してませんのでね。そうですね、毎年やっていくとまたイメージが変わってくるのかなと思います。そうですね、はい、NHK の本番のなんか裏で地域で紅白歌合戦やってるっていうのはまたこれ面白いですね。そうですよね、ただやっぱちょっと寒いですから、寒さ対策だけで、はい、そうですね、今後考えていかないといけないなというふうに思ってます、はいはい、そうですね、はい、はい、
まあ、このでも紅白歌合戦をはじめとして、はい、昨年は本当にさまざまなイベントを季節ごとにやってきたりですね、してきましたですね。季節の行事に合わせたイベントっていうのは、これはやっぱり地域の人たちが本当にやっぱり今まで望んでおられたことなんだろうなっていうのをやっぱり感じるほど多くの人が来ましたし、そうですね、盛り上がりましたですよね、はい。まあ、実はこのモレラパークの使い方っていうんですかね、まあ今 FM どつかの方で企画して、大体イベントはやってるわけですけど、実はあまりこういろんなところに声はかけてないんですよね。で、実際こういうところでやりたいなっていうところ、はい、方々って結構いらっしゃるんですよ、はい、そうでしょうね、はい、ですからもっともっとイベントを増やそうと思えば、体制さえ作れればですね、イベントの回数は増やすことは可能だと思うんですね。そうですよね、はい。横浜市なんかも結構やっぱり野外のイベントっていうのを結構やって いますよね、はい、今、はい、でそういうやっぱり市が主催したり、あるいは半分市が主催したり、民間と一緒になってやってるようなイベントも含めてですね、野外型のこのイベントのステージとしては、この東戸塚のモレラパークはすごいよということが広がってくればですね、はい、もっと実は多彩で、しかも内容の濃いものができていくような気が私もするんですけどね、はいはいはい。レコード会社にしかりですね、やっぱ新曲のイベントをやりたいとか、いろいろこう話はあるんですね。ただ今FM とつか側の受け入れ体制も完璧ではないので、はい、ある程度のイベントまではできるような体制作りにはなりましたけども、回数となるとですね、やっぱり多くなってくると、結構大変ですから、確かにそうですね、徐々に増やしていくということになると思いますね。そうですね、はいはい、そうですね、はいはい。まあ本当にやっぱり常時ここでイベントやってるという体制を作るためには、まだかなりの工夫が必要だし、そうですね。それからやっぱり前回の時も社長おっしゃってらっしゃった参加型ということの意味もですね、はいはい、もう少し深く掘り下げて、企画の段階からその参加型にしていくためにどうするかということを、ね、もう少し練らないといけないという面は確かにありますね、はい。去年は初めてダンス、ちびっこのダンスコンテストなんかもやりましたけどね、ああいうものもかなりの、団体の方が集まっていただきましたから、意外とああい こうコンテスト形式にするといいのかなっていうのがだんだん分かってまいりましたから、まあ、カラオケ大会もそうですね。そうですね、そうですね、はい。ですからバレンタインデーは、ポールダンスもやるのが、ちょっと寒いんで面白いですね。それもポールダンスのコンテストをやろうじゃないかというのが今話で、長期企画倒れになるかもしれませんけど、今企画はしている最中ですね。なるほど、はいはい、なるほど、はい。こういうやっぱりこのレベルの高いって ある程度のレベルをですね、はい、維持し、そうですね、しかもやはり大勢の人たちがそのイベントを作る上で関わってくださるというね、はい、こういうやり方っていうのはもっといろんな意味で追求していかなければいけないのかもしれませんね。このまちづくりの一つの一環といいますか、はいはい、根底にはやっぱりこの東戸塚の町の魅力をいかに高めていくかという町づくりのコンセプトの一つ一つですもんね。ですから、そうですね、そういう意味からいくと、この町づくりという理念から、まあ、離れてもいけないわけですしですね、はい、まあ、そんな離れるってことはないにしても、いずれにしてもこの東戸塚の町の魅力というものをより多くの人たちに感じていただくためのこのイベントとして、はい、まだまだ工夫しなければならない点がいくつかあるような気がしますね。確かにね。それはあれですかね、例えばイベントの規模を単純にバージョンアップしたり企画を大きくするというよりは、またもうちょっとこう工夫をして、参加型しやすいような形、もしくは、ご覧いただいている皆さんの希望やリクエストも受け入れながら、その需要に合ったイベントをという感じですかね。そうですね、まあ、これはいろんな考え方あると思うんですけどね、はい、今先ほどちょっと社長もおっしゃってらっしゃって、そのことについてはもう少し後でも触れられればいいかなと思ってるんですが、はい、やっぱりイベントを企画してそれを実行していく、はい、
そのまあ、成功だったらよかったねってやっぱり言っていただけるような形にまで仕上げていくためには、はい、相当なやっぱりエネルギーが必要だということですね。そうですね。このやっぱりこの企画の段階からイベントを実際に運営するにあたっては、はい、今の現在の体制では私自身が感じることでもあるんだけども、はい、やっぱりちょっと人材の面でもですね、はい、それからそれをこうバックアップしていくこう いろんな人たちの構成ですね、このプロアマー含めてですね、はい、これもう少しやっぱりこちらの方のバージョンをアップしていかないとですね、はい、体制をきちんと作っていかないとなかなかこれ本当にわずかの人数で仕上げていくっていうのはもう至難のことですし、そうですね、しかもこれ回数多くするとかですね、それから さらにもっとバージョンを上げていくっていう話になってくるとこれはもうどこかに無理が出てくるというふうに思われますので、はい、まあ、その辺のことを含めてこれからの課題だということだと思いますね。そうですね、徐々にこう作り上げていくという時間をかけてですね、作り上げていくということだと思います。そうですよね。ですからやっぱ回を重ねていくということが大切で、1回ポッキリのイベントだったら簡単なんですけど、2回3回目っていうのをやっぱりこうバージョンアップしながらこうやっていくっていうのがいいんだろうなと思いますね。そうですよね、はい、そうですよね。まあ、やっぱり昨年1年間だけでも年間40日ですよね、イベントをやってるという、はい、これはこの規模で、そうあまりないんじゃないかという気もするんですよね、はいはい、まあ車の展示も含めてですね。そうですね、やらさせていただきましたけど、それでも今こう次から次へ次の企画の準備、終わったら次の企画の準備みたいな感じで追われてますから、もう少し一人一人がしっかりこうやれるようになるとですね、質の高いイベントになってくるのかなと思います、ね、そうですよね、はい、でまあ、私、まあ、そういう意味からちょっと考えるんですけどね、社長のこのイベントというのはこのモレラ広場、モレラパークを使ってですね、この街づくりに一環としてやっぱりやってるということを先ほどもちょっと話をしましたけども、はい、もう一つはやっぱりこの FM 戸塚というまあ会社ですね、この運営主体になってるわけです、はい、このイベントの主催は、街づくり開発委員会であり FM 戸塚、まあ、いわば共催の形でやってきてるわけですよね、はいはい、でこのまちづくり開発委員会自体もこれやっぱりいわゆる裏方さんという人たちっていうのはそうたくさんいるわけじゃないですしですね、はい、FM 戸塚だってそうですよね、はい、でこれやはりこの東戸塚のまちづくりということをこう全体で考えていったときに、この辺の体制づくりというかこの運営のあり方、運営体制づくりについても、やはり今年は少しいろいろな意味でこう考えていかなければいけないんじゃないかなということを常々私も考えているんですけどね。そうですね、どうしてもラジオはラジオ、はい、イベントはイベントみたいな形になってしまってますからね、はい、ですからその辺を今年からちょっと形をですね、どういうふうにしていったらいいのかなと思いながら一つ一つ作り上げていきたいなとは思ってますけど。そうですね、はい、まあ、イベントを楽しんでいただくということはもう私たちにとってもとっても嬉しいことだし、喜んでくださっている人たちを見ると本当に良かったなというふうに思うんですけども、反面やはりその影の力といいますかですね、このイベントを作り上げていくパワーというのはこれもう本当に大変ですもんですね、はい、やっぱり一回こうやれば、それなりの金額がかかりますからね。場所があってもやっぱりそれなりの、人間が出たりとかですね、商品出したりとかこういろいろしますとそれなりに金額がかかりますからね。そうですよね。ですからただまあかなり早い段階で質は上がってきたなと、去年、はい、去年1年間でですね、はいはい、まあ、去年1年間はものすごかったと思いますね、このエネルギーですね、そうですね、注いだエネルギーはですね、はい、
それでやっぱりそれだけ多彩なあのイベントなんかもやってきましたから、はい、よりまあ企画を立てる、そして運営するという意味で、はい、力がついた1年だったというふうに言ってもいいんじゃないかとも思うんですけど ね、 そうですね、まあ、あの節分から始まってですね、はい、ひな祭り、七夕であったりとか、まあ、そういう小イベントからあのきちっとしたイベントまで、さまざまなイベントをがここでやれればいいなと思ってますけど、あのやっぱり、若い子たちがですね、あのダンスコンテストであったりとかっていうのに参加していただいて、はい、やっぱここで、踊れるっていう、まあ、ステータス感じゃないですけど、まあ、それを演出で、そうですね、演出側でですね整えないとなかなか盛り上がりませんから。そうですよね。ですから参加する方に楽しんでいただくような仕組み作りですかね。そうですね。そんなのやっていきたいなと思います。そうですね。はい。それではここで一曲お送りします。牧原紀之さんで遠く遠く。目指せコンパクトシティ東戸塚。今回は街づくりの一環として行われているイベント、そのイベントについて体制づくり、運営の体制づくりなどのお話をいただいております。先生、一つのイベントを見てもたくさんの方のスタッフの力が必要になりますよね。そうですよね。あの、まあ、どんな世界でもそうですけどね、はい、やっぱりあのこう見える世界というね、このイベント一つのイベント一つに一つとってもそうですけども、やっぱりあのこの裏方さんというかですね、はい、それを作り上げていくまでのやっぱりこう力をあのどれくらいやっぱり大事にして育てているか、まあ、そういう人人材も含めてですね、これがやっぱりそのあのイベントそのものの質を高めることにもつながるし、はい、持続性にもつながっていくんだと。それはそのまま実はまちづくりにも当てはまる話なんですけどね。そうですね、はい、それをだから大事にしていかないと、はい、なかなかこうイベントを一つ作るにしてもですね、はい、皆さんに本当に親しんでいただく、楽しんでいただける、そういうものに仕上げていくっていうのはやっぱりこう困難になってくるという局面も出てくるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、我々も昨年一通りしてみて、また今年同じようなイベントがあるわけですけれども、やはり昨年の反省点を踏まえながらバージョンアップ、スキルアップしていかなくてはいけないですね。そうですね。あとそのやっぱり参加型というふうにずっとまあおっしゃっていらっしゃるように、はい、まあ、あのどういう方々にどういう形で参加していただくか、そうですね、ということの仕組みもですね、はい、やっぱりこう築き上げていかなきゃいけません、はい、検討しなきゃならないですね。去年1年間は 何しろイベントをやるっていうだけで手一杯ですから、はいはい、そこまでその時間をかけて参加していただく、参加型にしていくための、やり方であったりとか、ノウハウだったりとか、そういうところをしっかりとこうやっていく時間がないといいますかね。去年やりましたから、ですから、まあ、今年はそれを、まあ、去年のこのイベントに関してはこうしていこう、ああしていこうっていうバージョンアップですね、参加型の。ですからそういう、まあ、仕組みを作ればなんとかなるのかなと。ただダンスコンテストにしても最初回の割には人は集まりましたし、いや、よかったですね、まあ、今回も夏のカラオケ大会にしかり、はい、紅白歌合戦にしかり、かなりの大勢の方が予選に参加していただいてますんでね。ですから、まあ、ここの部分はもう問題ないのかなという感じがしますけど、はい、そうですね、はいはい、これ行政側にも実はですね、いろいろなあのこういうイベントをやってるんだよということについては話をしてきておりましてね、はい、でやっぱりこう支援、まあ、どんな形でもいいからですね、やっぱり支援してもらえるような体制っていうのを作っていきたいなというふうに思ってますし、はい、またむしろ逆にやっぱり支援、行政側がここでやらせてもらいたいとかですね、はい、あるいはここでやることに対しての支援を考えてますよというふうに言ってくるぐらいのやっぱりものにしていかないといけないというふうには思ってます。去年確かあれでしたよね、戸塚区の区役所で、はいはい、音楽の街戸塚を作る、そうですね、一つの
あのきっかけとして、はい、あのまあ、今すでにもうやってるわけですけども、はい、戸塚駅でやっているものを東戸塚でも広げたいという、ね、あのストリートライブを、そうですよ、ね、今年はやる予定になってますね。そうですよね、はいはい、そういう話もあの区役所から来てますので、はい、あのまたそういう意味ではまた新しい新たなイベントがあの付加されるのかなというふうには思いますけどね、はい、まあ、ある意味、どちらかというとこう、簡単なイベントになっちゃうんですよね。どうしてもそのお金の問題であったりとかいろいろこう絡んできますから、はい、そうすると、ストリートライブをやられる方のスキルもよくわからないので、はい、非常にこれ難しいですよね、はい、難しいですよね、はいはい、私もやっぱり戸塚の駅でやってるストリートライブは時々あそこで、まあ、出くわすというか、見たり聞いたりすることもあるんですけども、やっぱり今社長おっしゃる通りですね、本当にこれどういうものでもいいやってわけにいかない。そうなんですよね。ある程度のやっぱりこうレベルというかですね、はいはいはい、やってる人が楽しい、やってる人はなんか楽しげにやってるけれども、うん、聞いてる人たちっていうのはなんだかよくこうやっぱり演者とこう気持ちの上でもってこうリンクしてないというですね、そういう雰囲気をなんとなく感じることがよくありますもんね。はい、おととしの暮れに、年越しライブをここでやったんですけど、はいはい、素人さん集めて生演奏やりましたけど、はい、これがまた難しいあのレベルがこう合ってませんから、はい、もう 音出しもバランスも悪いし、ろくにリハーサルやるわけではないし、それをこういうふうにしましょうよっていう打ち合わせがないのでそのままやっちゃうんで、はい、どうもその音のバランスも悪いですしね。ですからそういうのをいきなりやるというのはなかなか難しいですよね。難しいですよね、はいはい、この特にこの東戸塚なんかの場合は、はい、一つのイベントごとにもう非常にあのチューニングにしてもそうですし、あの光もそうですけどもですね、はい、ものすごい細かい神経使ってやってますの、まあ、仕上げてますのでね、そういうことから考えると確かにやっぱりやり方によってはかえってあの批判を買うようなことになってしまったら、はいはい、元も子もないですもんね。そうなんですよ。それを考えるとやっぱりイベントっていうのは本当に、まあ、運営も開催も難しいものなんですが、でもまあ、昨年のたくさんのステージのおかげで住人の皆さんにもFM 戸塚まちづくり開発委員会が何かこうイベントを仕掛けているというのは非常に周知されてきた感がありますね。そうですよね、それはもう本当に言えると思いますね、はい、で毎回毎回のこのイベントに連合町内会長さんや町内会長さんとかですね、いろんな役員の方々も、はい、ちゃんとやっぱりこう見に来てくださってですね、はい、いろんな感想等のなんかもおっしゃっていただいていますので、はい、そういうことに対する私たちも励みになりますし、はい、それからやっぱりその地域の人たちが本当にこの一つのイベントを大切にしてくださってるという思いがですね、はい、まあ、次のまたイベントにつながっていくということにもなるんだろうというふうに思いますので、はい、それはとても大事なことですよね。そうですね、はい、モレラパークがそう魅力を存分に生かしてこの広場でのイベントに皆さんをお越しいただけるような魅力を発しているわけですから、まあ、イルミネーションもそうですしビジョンもそうですし、かなりまあ設備は整ってきたと言えますね。そうですね、まあ、そのことについてはもう本当に社長に、はい、率先して全てのことをやっぱりやってきていただいてきてましたので、はい、まあ、とてもこの広場のイメージを高めているというふうに思いますね、はいはい、もうどっから見てもステージっていうような状態になりましたものね、はいはい、以前はこう通路だったり広場だったりした、はい、たった一つの空間だったんですけれども、やっぱりイルミネーション、ステージ、ライト、そういったもので何かが起こりそうなこう予感をウキウキと奮い立たせてくれるようなそういった空間に仕上がってきたわけですね。そうですよね、あそこでぜひやっぱりやってみたいという人が増えてきましたもんね。やっぱりこうなってくると皆さん出たいみたいな、ね、はい、そうですよね、はい、この前も話ありましたけど、はい、比較してもいいんですかねみたいな話がありました、はい、どうぞどうぞっていう話したんですけど、
あの横浜の方でやっているイベントをこの東戸塚でもやりたいみたいな。ですから結構やりたい方は多いです。多いんだと思いますね、はい、本当にそうですね、はいはい、今あの行政横浜市の方もですね、文化芸術創造都市の政策というのをやっぱりかなり力入れてやってましてですね、はい、この年間相当な金をかけているわけです、はい、ところがほとんどこれ実は臨海部、市の中心部で展開していることが多いんですね、はい、ですからやっぱりそれ、あの郊外区においてもこうしたステージを持っていて、しかもやっぱりそれを運営していくだけの力があるというね、はい、そういう力量を見せていけば、また、まあ、認識してもらえればもっともっと多彩なさまざまなイベントが できるんではないかなというふうに私は思いますしね、はい、そういう意味でもやっぱりこう共同を、していきたいというふうに考えてるんですけどね、はい、それではここで一曲お送りします。宇多田ヒカルさんで誰かの願いが叶う頃。目指せコンパクトシティ東戸塚、お送りしています。今日はモレラ広場でのイベントなどについてのその体制作りや、これからの抱負などを伺っております。まあ、以前は普通の広場といってはなんですけれども、まあ、広めのちょっとしたスペースだったんですが、今やビジョンがつき、ライトがつき、もう立派なステージですから、皆さん歌を歌われても踊られても気持ちがいいでしょうね。そうですね、本当にありがとうございましたってステージに立った人たちがね、はいはい、感謝言われるぐらいですもんね、はい、ダンスチームの人たちもそうだと思いますよ、はい、ですからアマチュアの人はやっぱりこういうお披露目の場所があるっていうことがいいんだと思います、ね、そうですよね、コミュニケーションの場であると同時にね、はい、やっぱりこう自分の力をこう皆さんに理解していただくっていう ね、はい、発表の場っていうのはとても大事ですよね、はい、ですからやっぱり大会コンテスト形式っていう参加型っていうのが、はい、まあ、今後の課題なのかなと思ってますね。そうですね、はい、私はやっぱりこう今までやってきたイベント、はい、さまざまなものありますね、はい、これはやっぱりノウハウが蓄積されてきてるわけですよ ね、 そうですね、長いこう間に、はい、この蓄積されたものっていうのはただそれだけではなくて、後にやっぱり活用されるようなもの、ね、あるいはもっとやっぱりそれを応用してですね、はいはい、もっとバージョンアップする、レベルアップするためのに役立てるためのですね、はい、やっぱり一つの資料といいますか、大事な大事なこの蓄積材料をですね、これを後に生かすっていうことっていうのをもっと考えなきゃならないんですよね。でこれだけの機材をですね、持ってるところっていうのもなかなかないんですよね、はい、大体こうレンタルだったりとかですね、そんな感じでこういうイベント会場なんかもやってるんですけど、うちは全部持ってますんで。そうですよね、この前も何でもできちゃうんですねっていう話を、まあ、映像をやっている中村さんの方からその話があって、実はいろいろやりたいというお話があるらしいです。なるほど、はい、ぜひ活用してもらいたいです。すごいですよね、だから そのこと自体がすごいなと思うんですよね、はい、でやっぱりそのこうイベントっていうものの持っている力っていうのはそういう意味でもすごいなと思います ね、 そうですね、はい、本当にすごいと思いますね、はい、でたくさんの方がやっぱり自分をアピールしたいんですね、したい場が欲しいんですね。そうですよね、私もいろいろなイベントに参加させていただいて、皆さんが生き生きとこうステージに上がられるのを見て、あ、やっぱりこういう場を皆さん求めてらっしゃったんだなっていうのをつくづく実感いたしました。そうですよね、はい、いや本当にそうだと思います。一つ一つのイベントを通じてそういう感じを受け取ってくださる人が増えてくれば、はい、増えてくるほどですね、はい、それが一つのまたパワーになるわけですので、はい、イベントっていうのはつくづく本当にすごい力というものを持ってるんだなというのが分かりますよね。そうですね、どんどん進化していくというかですね、どんどんスケールが大きくなっていって、まあ、設備もこのように立派になってきましたんで、皆さんにご活用いただきながら楽しむイベントをこう仕掛けていきたいですね。そうですよね、はい、はい、
まあ、今この東戸塚もさまざまな意味でいろいろ注目される点が増えてきてますけども、はい、もう明らかにこのイベントも一つの注目点だというふうに私は思うんですね。はい、まあ、これからバレンタインデー、ひな祭り、いろいろ季節の節々のイベントもありますけれども、皆さんこちらの方のモレラパークで何かが起こるんではないかと、まあ、期待してくださっている方も多いですよね。そうですよね、そうだと思いますね。はい、次何をやるんだろうというのがね、楽しみになってこの広場に来てくださるような人が増えてくるっていうのは、はい、すごくありがたいことですよね。そしてまた皆さんの期待を裏切らないように、私たちとしてもやはり昨年を超えて皆さんを喜ばせる、よりスケールアップ、レベルアップ、バージョンアップしたものをご提供していく必要がありますね。そうですよね、はい、みんなやっぱりそういう意識を持つっていうことがすごく大事なんじゃないでしょうかね。はいはい、まあ、ハード面ではこのようにこう設備施設揃ってきたんですけれども、やはり、まあ、スタッフである私たちの、まあ、こうスキルといいますか、そういったものも必要性がありますね。そうですよね、まあ、やっぱり先ほどもちょっともう言いまして、また繰り返しになっちゃいますけど、はい、やっぱりスタッフの力というのがそのまま実はそのイベント自体に出てきてしまうということだと思いますよ。はい、だからスタッフの持っているスキルっていうのがやっぱり普段からそれをきちんとやっぱり成功させるために自分もこうなんていうか成長していく、一緒につその舞台にいる人たちと一緒になってやっぱり自分も成長していくっていう風になってないといけないんじゃないでしょうかね。はい、そうですね。でまた各地で行われている違う地域のイベントなども参考にしながら、どんどん、まあ、新しいものも取り入れていくっていう感覚が必要ですね。そうですよね、はい、まちづくりの観点から言ったらまさにそういうことだと思いますね。はいはい、私はだからイベントについてはこういうこうエンターテインメント性の高いものだけではなくて、はい、ある意味ではもう少しこうなんていうか知的な、はい、まあ、イベントを考えてもいいんじゃないかと。そうですね、いいなふうなことも考えますしね。はい、こういうもんじゃなきゃダメだみたいなのはないですから、はい、ないですよね。はい、うまくスケジュールを組んで、まあ、平日でもいいわけですよね。はい、今土曜日しかやってませんけども、これも なんかこう今までそのイベントは土曜日みたいなイメージができちゃってますけど、そうですよね、イベントによっては平日やったイベントの方が良かったりしますけどね。はい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 、まちづくりということでのやっぱりこうテーマを設けてですね、はい、そういうことをもう少しこう企画として生かしながら、まあ、イベント化していくっていうね、はい、こういうことなんかも、まあ、挑戦してみてもいいかなというようなことなんかも、はい、実はちょっと考えたりしてるんですけど、はい、まあ、つまんなくなるかもしれませんが、そうならないようにするためにどうしたらいいかっていうことを考えてですね、はい、はい、啓蒙的な意味 のイベントなんかもいいのかなと思ったり、はい、それからFM 戸塚がどうしてもやっぱり主催になるものが多いですから、はい、FM 戸塚のやっぱり役割とかですね、その目的とか、はい、そういったものをイベント化する、例えばその防災面でのですね、はい、ことをもう少しこう皆さんにこの FM 戸塚が持っている役割やそういったものを皆さんに周知できるような、はい、あるいは知っていただくような、はい、そういう内容のものなんかもやっぱり考えてもいいんじゃないかとも思いますしね。そうですね、まあ、日頃からそういったことを発信し続けるのもやはり私たちの役割の一つではありますよね。はい、そうですよね、はい、本当にそう思いますね。はい、まあ、先ほどの話にはなりますが、イベントの開催にしても週末ですと、まあ、住人の方中心になりますが、平日ですとこちらにお勤めの方やお通いの生徒さんなどが対象になりますから、ちょっとまた参加のメンバーが変わったりして、そうですよ、面白くなりそうですね。はいはいはい、はい、そう思いますね。はい、夏フェスなんかも逆に土曜日じゃなくて、ね、平日の金曜日とかやった方がいいかもしれませんね。あ、なるほどね、まあ、お仕事帰りでちょっと週末に差し掛かる時のこう気持ちが開いた感じを盛り上げるようなイベントもいいですね。そうですよね、そういう意味ではまた今年もチャレンジの1年になりそうですね。そうですね、まあ、ぜひ大いにチャレンジしていきたいですね。そうですね、はい、それではここで1曲お送りします。嵐で桜酒。
目指せコンパクトシティ東戸塚、まちづくりの一環としてのイベント開催運営について今日は掘り下げてお話をいただきました。まあ、先生、今年もいろいろなイベントを開催していくわけですけれども、皆さんの期待に添えるように我々も昨年のイベントの反省点課題点を生かして踏まえて、皆さんのお楽しみいただけるような運営開催ができるよう心がけていかなくてはいけないですね。そうですね。やっぱりこう前にもこの放送のテーマで取り上げたんですが、はい、青少年、はい、この街づくりをこれから担っていく青少年の方々の、はい、やっぱり積極的な参加なんかも促すようなこともね、ぜひなんか やりたいと思いますし、その人たちにむしろこう企画をしてもらうぐらい の、はい、なんかあの考え方があってもいいかなと思ったりですね。若い方 の、 あの、はい、アイデアや発想力というのはちょっと我々では想像つかないようなことありますし、はいはい、まあ、そういったお力もお借りしたいですね。そうですよね。あのやっぱり想像以上のやはり力というのを持ってますしですね、はい、私たちが考えるとは全然違う発想を持っていたりですね、はい、される方もありますので、されるということもありますので、そういうやっぱり人たちと話し合いをしながらまたなんかあのきっかけができてくるといいかもしれませんね。まあ、若い方 の、 あのエネルギーの力パワー、はいはい、源をちょっとお借りしたり、または、まあ、シニアの方のね熟練した知恵をお借りしたり、はい、いろんな方のお助けを借りて、はい、イベントは開催していくわけですね。そうですよね。まあ、東戸塚はだからもう本当にあのこう世代も広い幅の広い世代の人たちが住んでらっしゃって、はい、この駅を利用したりこの広場を楽しんだりしてくださってるわけですから、こういう人たちがやっぱり何か意見を言ってくださったり、このイベントそのものに参加してくださるようになっていけばですね、はい、これはもう町づくりを進める一つのパワーになるわけですので、はい、それらをぜひ進められるようにしていければいいなというのが今年の展望でもあるわけですね。そうですね、はい、社長いかがでしょう。そうですね、まあ、いろいろこうやりたいことはたくさんありますけどね、はい、一つ一つあの、しっかりとこうやって形がついてくるといいなというふうに思いますね。はい、はい、まだまだやりたいことはいっぱい、大きな夢がいっぱいということですから、ぜひまたこちらの番組でも情報など発信させていただきたいと思います。先生、まあ、これから開催されるイベントについてもこちらの番組で随時、そうですね、またあの随時またご紹介していきたいと思いますし、はい、はい、それからまたその振り返りなんかもやっぱりやっていかなければいけないというふうに思いますしですね、はいはい、イベントでこう積み上げてきたノウハウというものをやっぱりそれ大事にしながらですね、はい、やっぱり次に生かしていくということもきちんとしていかなければいけないというふうに考えています。そうですね、はい、あの一つ一つのイベントの開催を大切にして、また私たちもこれから1年間を歩いていくということですね。そうですね、はいはい、ぜひご期待いただきたいと思います。はい、現在行われているミュージックライトイルミネーションは今年2月28日火曜日までの開催となります。毎週土曜日には DJ、音楽、光の連動パフォーマンスもございますので、ミュージックライトぜひお楽しみください。ということで今日も目指せコンパクトシティ東戸塚お送りしてまいりました。皆様から街づくり、またイベントについてのご意見などお聞かせください。メール、ファックスなどお待ちしております。メールは、mail@fm-totsuka.com mail@fm-totsuka.com ファックスナンバーは、045-829-0837 829-0837 045-829-0837 です。目指せコンパクトシティ東戸塚宛てにお送りください。これまでの放送につきましては FM 戸塚のホームページからもお聞きいただけます。ホームページのあのコーナーをもう一度聞きたいでアーカイブをチェックしてください。東戸塚駅周辺まちづくり開発委員会のホームページもご覧ください。 www.東-cc.com CC はコンパクトシティの CC です。 www.東-totsuka.com
www.cc.com CC はコンパクトシティの CC です。目指せコンパクトシティ東戸塚。放送は第2、第4月曜日の午前9時から、再放送は同日の午後2時、午後8時からです。今日も東戸塚駅周辺まちづくり開発委員会会長の福原実さん、顧問の大滝正夫先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。